今までで明かかしててこなっった老いたいちをカメラの前で語ってくれたずっと疑問にあったのがこうどうして生まれてきたんだろうなとかどうして人って死んでしまうんだろうなとか死んだらどこに行くんだろうなとかそういうことを 物心をついた時から幼稚園の先生とかにずっと聞いててで先生とかにもなんか変な子変な子供を変なことばっか言うねって言われちゃってたから自分は変なのかなと思っておのずと外に出る機会も減っていってという感じですいませんねかこの暗い話ばっかりしてしまって。 入り口から暗い話をしてしまってどのくらいだったかな小学生低学年ぐらいの頃父からもらった携帯電話での昔の携帯電話って作曲をするアプリみたいなのが入ってて自分で着,着メロを作れるんですけど。 外に遊びにも行かずにポチ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 とオリジナル曲を作ったりそれが自分の作曲の始まりでした15の頃ですかねミュージシャンになりたいって思いました高校をを卒業しししててそのままま就職をしてしまうと 音楽をする時間が作れないね、大学生って文系だとまあ結構暇なんですよ暇だと僕は聞いていたんですけどその大学に行って4年間音楽をみっちりやりたいと思って勉強を一生懸命して <laughs> ちょっと <laughs> それで、ね、んとかしてあのうがって。 その立教大学のとこに受かったんですけど。